今年は天候に恵まれまして、例年より一回り大きいみずみずしい株に育っております。大きくても今年も柔らかい株に育っておりますので、皮を剥かずにそのまま浅漬け等でシンプルに召し上がっていただければ、自分の株の良さが引き立つのではないかと思います。